ジャパンオフィシャルファンクラブから届いたものがあるので開けていきます。で今回紹介するのはタイニータンの SD キーリングです。でキャラはジンさんと V さんです。推しのチンパ推しのジンさんとオラン推しの V さんです。じゃあ見ていきます。この左側のジンさんだな、ジンさんだな、こういう感じで、で袋ちょっと開けちゃいます。タグはこんな感じです。ジンって書いてあります。プレゼント持った可愛いイラストです。で思ってたよりすごくびっくり、あ、でかくてびっくりしてます。そう、大きいね。手ぐらいあります。ちょっとこれ つけたら大きい。つけるには紙ではこんな感じになってます。ペロン、まあ、この中は結構パンパンに入ってる綿が。本当パンパンだ。でもこの部分がプラスチックでできてるから劣化したら折れそう。そうだ、ここ折れパキって。そうだね、よくそれあるね、落としちゃう。ここが紐になっていくから、紐も気がついたらスポンって取れる時あるから大事に使わないと。そう、なんかすぐなくしちゃいそう。うん。でこれがジンさんです。でじゃあ次 V さんです。 V さんです。じゃあ開けていきます。じゃーん、ウィンクって言っていいの、片目はつぶってる感じのやつです。でタグはこんな感じで V って書いてあります。このイラストの感じで作ってあるのかな。あ、そうだね、襟足があるバージョンだから襟足がついてます。そうそう、ちゃんと頭の隙間もある、ね、後ろから見るなんて言うよこんな風になってます。なってます。なんか書き上げたシーンも最後顔は刺繍になってます。ほっぺんところとかもなんか若干この頭の部分が長いような気がします。でこっちもこの部分がプラスチックで同じ色だね、髪の毛と。うん、そう、こっちも髪の毛と同じ色、茶、こっちが茶色かな。でこっちはちゃんとピンク色と紫色かになってます。赤紫みたいになってます。ちょっとここから糸が出てる。 あちょっとね、そういう個体差はあるよね。しかもちょっと顔だけだからね、うん、大きい顔だけっていう。そう、体があってほしい。そう、まあね、多分体があると余計体も引っかかってなんかちぎりやすいっていうのがあるかもしれない。体なくなってますっていう感じで、で今回じゃあ紹介したのはなんだっけ、タイニータンの SD キーリングですのジンさんとブイさんです。じゃあ以上です。